熊本市中央区の帯山西小学校、1年生から5年生までの426人が体育館に集まり、各学年の代表に荒木隆信校長から修了証が手渡されました。そして会場では、この1年で成長できたと手を挙げた子どもたちに荒木校長が自らインタビューする場面も。寝る前とかに確認したりして忘れ物が減ったからです。みんなで助け合えて生活できたからです。6年生が修学旅行で行った、戦争の経験を伝えてもらったことを教えてもらって、命の大切さを学んだからです。4年生の園田大輝さんは作文で1年間の思い出を振り返りました。4年生になるとき、新しい友達と仲良くできるか不安だったけど、4年3組のみんなは元気で優しかったので、すぐ親しむことができました。式の後、3年生のクラスでは4年生になってからの目標を発表し、担任の先生から通知表を受け取りました。子どもたちは明日から17日間の春休みに入り、小学校では来月9日に始業式、11日に入学式が行われます。2学期3学期から遊ぶことが増えていって、そのクラスのみんなとより仲良くなれたのでよかったです。春休みに楽しみにしていることはガールスカウトのキャンプです。学校のみんなと春休みに遊ぼうと思っているので、それが楽しみです。